上がりまではいけませんでしたけれども、しっかりと戦いぶり見せていただきました。そして登場はなかなか決まらない、ちょっと不満が多か、いやでもまだまだいけるぞ、ドラーカ持っています。難度3力2本馬、強卓は4本まで膨れ上がりました。上がりたいですね、これ。そうですね、めちゃくちゃ上がりたい。ハイテイズ同士はやっぱり内川さんに上がってもらってもいいかなって思ったんじゃないですか。やっぱ近い方ですからね、東条さんの方が一番、まあ、君に上がってもらってもいいし、横移動決着でもいいよと、まあ、仮に法廷で親に法中になっても、まあ、2人の争いになるしみたいな、いろんなパターンがあったんじゃないかな。あの一瞬の間にいろんなシミュレーションしたんでしょうね。単葉ドラーカーなあたりは狙えるでしょうか。勝俣は手配苦しいです。リャンソーリャンマンと切っていく、ここはちょっとまっすぐはいけない。内川は2メンツ、ドラも1枚持っています。内川白鳥が形いいか、さ順調ですよ。ジャントがない形ですね。134って持っておくと、リャンピン引いた時にノベターになるし、うん、まあ、いいスーピン引くと、まあ、いいピンだとピンクになるし、スーピンだとリャンピンになるし、そっか、あのいいピンってなんかいらなそうに見えるんですけれども、はい、こういう頭がない時は有効なんですね。そうそう、利用価値はあるんですよね。ということで迷ってますね。ただまあ横に伸ばす可能性があるって考えると、まあ、いいピンが一番自然ではあるんですけど、うん、ローソー切り、はい、やはりいいピン残しました、はい。ジャントない時にはぜひご活用いただければと。はい、いや結構あるじゃないですか、はい、そしてジャントがない時って手配苦しくなるんですよ ね、 そうですね。最後短期待ちはやっぱりね、待ちとして厳しいです。例えば6、8、9なんかも、うんうん、あのチーピン引くとね、延べ短期になったりだとか、まあ、全然いらないような9なんだけど、ジャントない時には使えることもありますよね、うん、ね、よくね、あの6、8、9の9とか1、2、4の1とかはもう早めに切っちゃいなよって書いてあること多いと思うんですけれども、うん、はい、場合によっては非常に置いておく価値が高まります。東条さん印象ですね、はい、ウーマンガドラか、うん、リーチまで行けたらね、うん、主導権を握ることになります。ジャントー作りって割と大事なんですよね。いつでもできるように思われるんだけど、先にできておくと、うん、まあ、ピンフが、ね、簡単に上がれたりとか、逆にできなくて失敗しちゃったとか、たくさん皆さんもあると思うんです、経験が。ますよ。なんかそのマージャンって、まあね、メンツっていう3つの組を4つとジャントペアを1つ作るっていうゲームじゃないですか、はい、このジャントの部分がすごいゲーム性を深くしてますよね。そうですね。だからそれこそさっき の、 あのジャントが自敗の時にピンフにならないとかいう話がありましたけど、ファンパイをバンバンバン先に切っていくのがピンフを狙ってるっていう明らかな意思の表れですよね、はい、それでおたかぜを残してみたいな、うんうん、そうそう、うん、最初ってやっぱりなんで自分の風の方を先に切っちゃうんだろうって思ってた人多いと思うんですけれども、うん、はい、面前派の人にとっては割と普通のことだったりしますよ ね、 なので選手の個性を、ね、考えながら見るとより楽しめるかもしれません、うん、お、つながりましたね、うん、これウーマン引きがとっても嬉しくなりました。嬉しいですね。あ、そうかな、チニスさんの3色はなかなかなりづらいですか。すごく横にずれないと、はい、なんなら234とかの方が数層引きでいけるかもしれませんね、うん、やっぱどの重なりが一番なりそうかなっていう考えですね、今はね。そう、これジャントがないからこその悩みですよね、ここでいいピンに手をかけました。白鳥も形は悪くないわ。まだジャントは確定していません。ソーズに手をかけた。とにかくイースーチーマンを引きたい。このローワン引っ張るのもなかなか強気というか、そうですね、これ、うん、ウーマンが余ってしまうかもしれない構成ですよね、はい、これ絶対上がり逃さんぞって構えですから、うん、意思を感じます、はい、結構先に切っちゃう人も多そうですもん ね、 んね、怖いですよね、安全牌残して持っとくの、うん、誰かからリーチってきた時にローマンもましてやウーマンも切りづらい、うん、ただローマンを残しておくというのはまだ私はドラ切ってリーチ赤でも行くよっていうことですもんね。そうですね、ローワンとチーピンのあんこに備えてると、うん、はい、
さあこれで3品がジャント候補ですね、はい、くっつきのいいシャンテンというふうに見ることができますね、うん、これマンズの一気通貫とかもあるかもしれない、はい、E1 からローワン引くと非常に嬉しい形ですね。嬉しいです。どうなっても後継になりますね、内川の手は、はい、そして白鳥もチーソー引きちょっと進んで見えます。お帰ってきたチーソー、しかも急走切ってますね、うん、いくら気泡沢好きだけであってもちょっと泣きたくはないかな。打点欲しいですね。そうですね、白鳥4000点のボーナスは魅力的ですが、それだけだとちょっとまだ上位は狙えないかもしれません、うん、この曲上がって次の曲もう一回上がって3着に上がれるかどうかの感じになっちゃうんで、やっぱリーチまで行きたいかな。なるべく高くしたいですね、うん、さあ誰が来るんだ、そして誰があの4000点の供託をゲットするのか。みんな自分だと思っているはず。そして勝又も名乗りを上げました。チュンと9万のシャンポン待ちですが、役がつくのはチュンの方だけです。持ってないですね誰も。まだ見てないですよ我々。山に2枚。おさあローマン入った、いよいよ来たぞ。中層想図ですかね。中層自分で切ってます。白鳥シャンテン表情もでもさすがに形を決めています。あとはチュンの行方、チュンなんてもう誰もいらない。あ、リアンマンか。これリーチ、リーチ行けたの大きいですね。さあリーチに行きました内川です。これで勝間さんもそんなまっすぐは来れないと思いますよ、うん、トップ目ここはまっすぐ行くターンではない。さあさらに両替が行われます。供託4本あると大変です、うん。国内の先天棒のね、4分の1がもう供託に出てしまってました、ね、あ、チュンだ。あ、いきなりチュン、パーソー現物チュン、そのまま切ると勝又に当たります。運ピンも打ちづらいから一回パーソー打ちますかね。嘘を引いた時に赤ピン打つかどうかありますね、はい、ちなみに内川のリアンウーマンは山に3枚残ってます。うわー、ローワンだ。うーしかし、今では残してたけど無理ですよこんな。しかもウーマン切ると当たるし、ローソー現物。はい、さあ白鳥君にテンパイが入るとチューンが出ますね。あ、チー、チーでも出る。チーということはここで決着だ。チューンが出る。勝又の上がりです。1300、1900。ここも軍師しっかりと上がっていきました。これは大きな上がりですね。供託5本、そうチューンのみだけど供託がある。何倍もの収入になりました。東条さんのマンツも圏外になりましたからね、はい、願ったり叶ったりの上がりを決めました。勝又トップ目で何の4曲の親番を迎えます。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。